空手家の挑戦、キックのリングに上がるまでシーズン2、今回は半年ぶりぐらいにまともに更新します。前十字靭帯の断裂から1年7ヶ月経って、ようやく復帰戦までたどり着きました。7月18日月曜日、海の日で、ナイスミドルという35歳以上のキックボクシングの大会なんですけれども、今回の第9試合、ウェルター級で出場いたします。最初は対戦相手が決まらなくって、試合流れちゃうかなと思ったんですが、欠場者も出たということで、その枠の方で試合を組んでいただけました。復帰戦までのこの1年7ヶ月はとても長く感じました。リハビリの間とかは、なんか本当にこう、元に戻るのかな、この膝っていうような感じで、まあすごい不安がいっぱいで練習をそれでもやってたっていう感じだったんですけど、いかんせんもうとにかく右足の筋力がものすごい落ちてしまってて、まあ、踏ん張りも効かないし、思い切りは蹴れないし、違和感もあるし、痛いしっていう感じで、気持ちばっかりちょっと焦ってしまうような、そういう感じでしたね。ドクターから年明けもう運動して OK ですよって言われた頃には、もうなんか一旦もめみたいなペラペラな体になってて本当に戦えるのかなみたいな感じでしたね。でまあ、今でも正直右足っていうのはもう以前のような状態には戻ってはいないんですけど、ただまあ時間の経過とともに確実に良くはなっていて、これから手術するとかリハビリしてますとか、今前十字靭帯やっちゃいましたみたいな人がいたとしたら、まあ、気持ちは絶対こう焦ってしまうんですけど、本当にお医者さんとですね、理学療法士さんの言うことをよく聞いて治療に取り組むといいかなと思います。復帰戦に向けてのトレーニングなんですけど、年明けてから少しずつこうトレーニングを再開していって、まあ、実際なんかこう以前のように本格的にできるようになったと思って、まあ、正直ここ3、4ヶ月ぐらいだったんですが、まず第一に動ける体に戻していくことっていうことと、まあ、2つ目にしっかり体仕上げることっていう、この2つでした。動ける体にするっていうのは瞬発力だったりとか、まあ、あとはやっぱりこうスタミナですかね。その2つですね。で、まあ、体仕上げるというのはもちろん筋力をしっかり取り戻すっていうようなことがメインでした。ここをまあ計画的にスケジュール組んでトレーニングをしていきました。で、内容としては、1つはまあダッシュ、もう坂道ダッシュですね、こう走り込み、これはリハビリの1つでもあったんですけど、まあ、下半身、足腰の筋力を取り戻すっていう意味と、まあ瞬発力を高めるということでも、坂道ダッシュはやりましたね。2つ目にサーキットトレーニング、これはまあ心肺機能をしっかりこう向上させるために、行っていったと。で3つ目にあとはウェイトトレーニングですね。これはまあこう 全身の筋力強化ということで、まあ、これ日頃から、まあ、行ってはいましたけれども、ここも計画的に行っていったと。であとはもちろんスパーリングですね。どうしても膝またこう靭帯やっちゃうの怖かったので、スパーリングに関しては、まあ、マスから始めていって少しずつ強度を高めていってっていうような感じですかね。しばらく離れてたことでやっぱりパンチの距離感だったりとか、あとはまあガードの仕方とかっていうのももう一回こう最初からやり直すような感じで、再開し始まった頃にはすごい顔をボコボコに殴られましたけど、まあやっていくうちにやっぱりだんだん慣れてくるっていうかですね、 目がだんだん慣れてくるっていうような感じでした。ご指導いただいているのが、R ブラッドというチームの代表で、総合格闘技ディープのチャンピオンでもあった桜井龍太さん、最近だとグランドという大会の、チャンピオンにもなったことがある方なんですが、どうしてもこう空手のこう距離感だったりとか構え方とかですね、そこの癖がまだ抜けてないので細かいところまでご指導をいただいております。今回の大会では、ウェルター級という階級で、まあ、ナイスミドルの中では67キロ以下っていうふうに設定されているんですけど、まあ、実際去年までは72キロぐらいあったんで、まあ、この半年ちょっとぐらいかけて、6キロから7キロぐらいですかね、少しずつ減量していって、65、6キロぐらいで、まあ、合わせてる感じですね。1ヶ月前ぐらいにはもう体重は合わせてあるので、
まあ、それほど食事とかですね気にしすぎなくても済むように早めに体は仕上げておくようにしました。とにかく食べるのがめちゃめちゃ大好きなのであんまり変なこうストレスとかそこで感じたくないっていうのもあって、まあ、とはいえむちゃくちゃな食事はしないようにしてるので基本はまあタンパク質を中心に、鶏肉とかあとまあ焼き鮭とかですねサバとかすごい好きなので、まあ、そういったいい脂質が取れるタンパク質を中心に、炭水化物はまあ少しハードなトレーニングするときは入れるようにしてもう発酵食品は一切食べないっていう感じですかね。週に1回だけ、まあ、お昼に好きなものを食べるっていう日は設けてはあるんですけど、まあ、基本の食事は変えないようにして、まあ、体調管理にもしっかりと気をつけて過ごしてきてました。まあ、この復帰戦に向けて計画的にトレーニングも食事もしっかりやってきたので、まあ、あとは当日に変に緊張しすぎないようにしてあと1週間なんで特にここから特別なことっていうのは何もないですし、徐々に練習量っていうのは減らしていって、まあ、3日前には体をしっかりとこう休めるようにして、ベストコンディションで、リングの上に立てるようにしていきたいなというふうに思ってます。で大会のチケットなんですけど当日もちろん購入できますし、事前の予約もできるみたいなので詳細は概要欄の方に載せておきますので、ぜひぜひですねご興味ある方応援していただける方は、大会の方、新宿フェイスで行いますので、足を運んでいただければなと思います。では、良い結果報告ができるように復帰戦臨んでまいります。応援よろしくお願いします。おっす。